東口鹿島台駅は、宮城県大崎市鹿島台平和田あざ線上にある、東日本旅客鉄道東北本線の駅である。小股駅管理の業務委託駅。現役者は2015年11月に、共用開始された、京城駅である。緑の窓口、自動改札機、自動券売機及び、待合室が2階に設置されている。東西に出入り口があり、それぞれに、 エレベーターがある。改札内から各ホームに通じるエレベーターも設置され、バリアフリー化が達成された。また、滝のおトイレが西口1階と改札内に設置されている。西側から順に短式ホーム1面1線、島式ホーム1面2線、ホームのない側線1線を有する。2番線は下り対比線、側線は上り対比線で、共に、 定期旅客列車の使用はない。旧駅舎は短式ホームに面する形で駅舎が設置された地上駅で駅舎内にキオスクがあった。二つのホームは古戦橋で結ばれていた。JR 東日本によると2020年度の1日平均乗車人員は1203人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。駅前には商店街がある。 駅東側は住宅地が広がりつつある。駅西側駅東側。ありがとうございます。